薬物代謝。薬物代謝とは動植物における代謝の様式の一つ。薬、毒物などの生態外物質、ゼノバイオティックス、異物と模有を分解あるいは排出するための代謝反応総称である。これらを行う酵素を総称して薬物代謝酵素という。全体的には対象物質の浸水性を高め分解、排出しやすくする傾向がある。全般的に 生体に対する害を軽減する意味があると考えられるので下毒代謝とも言うが、結果的にはかえって毒性が増すこともある。また生体外物質のみでなく、生体内由来の不要となった物質、ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン、胆汁酸、ビリルビンなども対象となる。薬物代謝という名の通り、特に薬品の代謝に重要であり、薬の効き目や副作用の個人差、 複数の薬の間の相互作用などに大きく関わる。また薬物代謝に関与する酵素には、薬物などの投与により発現誘導されるものが多く、生体の有害物質に対する防御の手段として重要である。薬物代謝に関与する代謝経路は、環境科学において重要と見られている。ある汚染物質が、環境において、バイオレメディエーションにより分解されるか、 残留性有機汚染物質となるかは、微生物の異物代謝により決定されるからである。異物を代謝する、酵素群、特にグルタチオンエストランスフェラーゼ類は、殺虫剤や除草剤への耐性を与えるので、農業の分野で重要である。薬物代謝は、第1章から第3章に分類される。第1章では、シトクロム P450 などの酵素が、 生体外物質に反応性反応元や極性元を導入する。第2章では変換された化合物がグルタチオニエストランスフェラーゼのような定位酵素によって触媒され極性化合物と結合する。第3章では極性化合物との結合体がさらに変換を受け排出トランスポーターにより認識されて細胞から吐き出される。 生体が生体外物質から受けるストレスの主な特徴は生体がさらされる化合物の種類が予測不能かつ長期的には多岐にわたるということである生体外物質に毒システムが直面している最大の問題は正常な代謝に関わる化学物質の複雑な混合物からほとんど無制限とも言える種類の生体外化合物を除去しなければならないことであるこの問題に対して 生物は物理的障壁と特異性が低い酵素システムの見事な組み合わせを進化させた。すべての生命体は内部環境への物質移動を制御するための素水性、浸透障壁として細胞膜を持っている。極性化合物は細胞膜を通り抜けて拡散することはできず、特異的に気質を選択する輸送タンパク質の仲介によって有用な分子だけが 混合物から細胞内に取り込まれる。つまりこの選択的取り込みのために、ほとんどの浸水成分子は、輸送タンパク質に認識されず細胞内に入れない。一方、これらの障壁を通過する、素水性化合物の細胞内への拡散は、制御できないので、生命体は、細胞膜による障壁では、使用性生態外物質を排除でない。しかし、浸透障壁があるので、生命体は、 膜頭下性生態外物質に共通の素水性を利用した異物代謝の気候を発達させることが可能である。生命体はほとんどあらゆる非極性化合物を代謝できるくらい広範な基質食い性を獲得することで選択性の問題を解決している。有益な代謝産物は極性で一般に一つ以上の家電した官能元を持つので排除される。正常な代謝から生じた。 反応性複製生物は、正常な細胞構造体の誘導体であり、通常その性質を引き継いで極性であるため、上述のシステムによって解毒されない。しかし、そのような化合物の種類は少ないので、特定の酵素により認識され排除される。反応性のメチルグリオキサールを除去する、グリオキサラーゼシステムと活性酸素化学種を除去する、様々な効果システムがこの例として挙げられる。 生体外物質の代謝は、編成、縫合、排出の三つの層に分けられる。これらの反応は、細胞内で、競争的に行われ、生体外物質は解毒、排除される。第一章において、様々な酵素が働き、基質に反応性があり、極性を持つ官応元を導入する。最も一般的な編成の一つは、シトクロム P450 が関与するオキシダーゼ。 反応系が触媒する水酸化である。これらの酵素複合体の働きで、非活性な炭素に酸素原子が孵化し、水酸元が導入される、もしくは O、N、または S 脱あるキル化が起こる。P-450 オキシダーゼの反応は数に示されるように、シトクロームと結合した酸素の還元と高反応性、オキソフェリルダネの発生を経て進行する。 第一章の反応、非合成反応とも呼ばれるには、複数のオキシダーゼが関与する、酸化、還元、加水分解、肝化、快感、酸素原子の負荷、水酸元の脱離が含まれ、主に肝臓で行われる。これらの典型的な酸化的反応には、シトクロム P450 モノオキシダーゼ、サイプ、ナットフ、と、酸素が関与している。フェノチア人類、 アセトアミノフェン、ステロイド類などの医薬品はこの方法で代謝される。第1章の反応による代謝物の極性が十分に高ければすぐに排出されるが多くの代謝物は即座に除去されずに続く内因性物質との結合反応により高極性の複合体を形成した後排出される。第1章の酸化反応では CH 結合の COH 結合への変換が共通して起こる。 この反応により、薬理的に不活性な化合物が、薬理活性を示す化合物に変化する場合がある。一方で、無毒な分子が有毒な分子に変換されることもある。イデの単純な化水分解は、通常無害であるが例外はある。例えば、第一章の大社では、アセトニトリルはグリコニトリルに変換されるが、即座に有毒な2種類の化合物。 ホルムアルデヒドとシアン化水素に乖離する。医薬品候補化合物の第一招待者は、酵素ではない触媒を用いて、実験室で確認することができる。この生体反応の模倣反応では、しばしば第一招待者物を含む、生成物を与える。例として、胃腸薬トリメブチンの主な代謝物、デスメチルトリメブチンは、市販薬を試験管内で参加することで、 効率的に得られる。絵のメチル元の水酸化は、ホルムアルデヒド分子の脱離をもたらし、一方、メチル元の酸化はそれほど起こらない。シトクロム P450 レダクターゼ、別名、ナットフ、フェラマプローティンオクセドラダクテイス、ナットフヘムタンパク質レダクターゼ、ナットフ、P450 オクセドラダクテイス、P450 ラダクテイス、CPR、シパーは、 マック結合型酵素で、ファド及び FMN 含有酵素ナットフシトクロム P450 レダクターゼからシトクロム P450 へ電子を伝達する。POP450 システムにおける電子の流れは一般に以下の通り。還元反応の間、化学物質は無益回路に入って電子を得てフリー、ラジカルとなり、即座に電子を酸素に受け渡す。 電子を受け取った酸素はスーパーオキシドアニオンになる。その後の第二章の反応では、活性化された生体外物質の代謝物はグルタチオン、グリシン、またはグルクロン酸のような電化を持つ化学種に包合される。薬物の包合反応が起こる部位にはカルボキシモとヒドロキシモとアミノモとチオールなどがある。多くの場合活性な代謝物が生成される。 第一章の反応とは異なり、方合反応の生成物は分子量が増加し、気質より不活性になる傾向がある。GSA1 のような大きな影音の負荷により、反応性急電子剤は解毒され、より極性が高く細胞膜を通過して拡散する子ができない代謝物となり、積極的に排出へと輸送される。これらの反応は、 広い特異性を持つ一群の転移酵素によって触媒される。これらの転移酵素は組み合わせによって、嗅覚性もしくは、吸電子性感能元を持つほとんどの素水性、化合物を代謝することできる。その中でもグルタチオンエストランスフェラーゼルイは、最も重要な酵素群である。第2章後、包合された生態外物質はさらに代謝を受ける場合がある。例として、 グルタチオン方合体がシステイン方合体からメルカプツール酸へと変換される反応が挙げられる。グルタチオン分子のグルタミン酸残機とクリシン残機はガンマグルタミルトランスフェラーゼとジペプチダーゼによって取り除かれ最終段階でシステイン残機はアセチル化される。方合体とその代謝物は代謝過程の第三章において p 糖タンパク質ファミリーの様々な膜輸送体に対して影音性置換器が神話性標識として働き細胞から排出される。これらのタンパク質は abc 輸送体ファミリーであり非常に広範囲な素水性影音の ATP 依存性輸送を触媒し第二章の生成物を細胞外へ移動してさらなる代謝や排出システムに乗せる役割を果たす。 上述のシステムでは、過酸化物や反応性のアルデヒド類のような内因性の反応性代謝物は解読できない場合がしばしばある。これはこれらの科学種が正常な細胞構成物の誘導体であり、通常その高い極性を引き継いでいるためである。しかし、そのような化合物の種類は少ないので、特定の酵素により認識され排除される。従って、 有害な分子と有用な代謝物が類似しているため、それぞれの内因性毒素グループを代謝するために、異なる下毒酵素が必要とされる。反応性のメチルグリオキサールを除去する、グリオキサラーゼシステムと活性酸素化学種を除去する、様々な抗酸化システムが、この特異的下毒システムの例として挙げられる。すべての生物の組織がある、程度薬物を代謝する能力を備えているが、 肝臓細胞の活面症方体が量的な意味で薬物代謝の主要器官である。肝臓は大きな器官であること、また消化管から吸収された化学物質が最初に通過する器官であること、そして他の器官と比較して非常に高濃度の多くの薬物代謝酵素が存在していることから薬物代謝への肝臓の寄与は大きい。ある薬物が消化管から吸収され、 門脈を通じて、肝循環へと入ると、薬物は代謝作用を受け、いわゆる初回通過効果を示す。その他の薬物代謝の場所として、消化管、肺、肝臓、皮膚の上皮細胞がある。通常これらの場所は、局所的な毒性反応に対応する。ほとんどの使用性薬物の薬学的作用の持続時間と強度は、その薬物が不活性な生成物に代謝される。 速度によって決定される。その意味では、シトクロム P450 システムが最も重要な経路であるといえ、一般に何らかの要因で薬学的に活性な化合物の代謝速度が増加すると、薬物作用の持続時間と強度は減少する。例えば酵素誘導。また逆の減少も起こる。例えば酵素阻害。しかし、プロドラッグが 薬物に変換される酵素反応においては、反応を司る酵素の誘導によって、プロドラッグの変換が加速され、薬物の活性レベルが上昇する。一方で、潜在的に毒性を示す可能性がある。様々な生理学的及び病理学的要素が薬物代謝に影響する。生理学的要素には、年齢、個人差、例えば、ゲノム薬理学、腸官循環、 栄養、腸内細菌、精査などが含まれる。一般に、薬物の代謝は、人と動物において、胎児、新生児、高齢者は、成人に比べて遅い。遺伝的多様性、多形は、薬物の効果にある、程度ばらつきが見られる原因として重要である。第2章のアセチル方合に関与する、N アセチル基定異酵素、または、N アセチルトランスフェラーゼの例では、 遺伝的要因により人はアセチル化が遅い体質と早い体質の集団に分かれる。集団の比率は人種によって異なる。代謝が遅い体質のものは容量依存性の毒性に対してより影響を受けやすいので遺伝的多様性は時として重篤な結果をもたらす。シトクロム P450 構想群に関しても個人差、人種間差があり。 1>, 1から30%の人に欠損が見られる。病理学的要因も肝臓、腎臓、心臓での薬物代謝に影響し得る。コンピュータ上でのモデル化やシミュレーションを用いて、人への臨床試験を行う前に、仮想の患者集団における薬物代謝反応が予見できる。この方法により、薬害反応にさらされる危険性が高い個人を特定することが可能である。 人が摂取した物質が体内でどのように変化していくかについての研究は科学者がベンツアルデヒドのような有機化合物が体内で酸化されアミノ酸に保合されることを発見した19世紀中頃待った19世紀後半にはメチル化、アセチル化、硫酸保合などの基礎的下毒化反応が発見された20世紀初めになると研究は 代謝物の生成に関わる酵素と反応経路の調査へ移行した。この分野は1947年にリチャード、T ・ティウィリアムズが下毒メカニズムを出版したことを機に独立した研究分野として定義されるようになった。この近代的な生科学的研究により1961年にグルタチオン、S ・エストランスフェラーゼが同定され1962年には シトクロム P450 群が発見された。さらに1963年にはシトクロム P450 が生体外物質の代謝において中心的役割を果たしていることが見出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。